はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay セブンイレブン 20% 還元キャンペーン延長決定へということで、今回はセブンイレブンで現在も開催されている 20% 還元なんですけども、今回こちらの PayPay がキャンペーンの延長したことについてお伝えしていこうと思います。まあ早速なんですけども、おさらいをすると現在は、PayPay、LINE Pay、メルペイの3社がセブンイレブンで7月11日から7月21日の間に 20% 還元のキャンペーンの実施中ということですね。そして今回はキャンペーン終了してなんと7月22日から7月31日まで PayPay はキャンペーンの延長をするということを発表いたしました。でその名もセブンイレブン PayPay でまだまだ最大 20% 戻ってくるキャンペーンということですね。でキャンペーンの内容自体はほとんど同じで、最大 20% 還元、上限は1000円まで、で PayPay 残高と Yahoo マネーの方であれば 20% 還元がされて、 Yahoo ジャパンカードの方の場合は 19% が還元されるということですね。そしてボーナス付与も翌月の20日、そして今回は Yahoo Japan カード以外のクレジットカードでの支払いはキャンペーンの対象外ということになってますのでお気をつけください。ちなみに今回は7月11日から7月21日までの上限の1000円までが還元されて、そして7月22日から7月31日までの間に上限1000円まで還元がされるので、合計2000円まで還元されるのでめちゃくちゃお得ですね。まあ今回僕の場合なんですけども、セブンイレブンで QR コード決済をする場合なんですが、まあそんなに5000円も使うことがないので、まあ7月の11日から21日までは LINE Pay を使って、そして22日から31日までの間は PayPay を使うかなというふうに思います。ちなみに LINE Pay は使って即時還元されて、 PayPay の場合は翌月20日頃ですので、それぞれ特典が付与されるのがバラバラなのでお気をつけください。ということで今回はセブンイレブンで PayPay を使うと最大 20% 還元されるキャンペーンが延長されるということについてお伝えさせていただきました。やっぱりですね、コンビニってわりかし弁当とかドリンクも一つ一つの単価がやっぱり高いので、還元されるかといって思い切ってゴリゴリ使うのではなくて、セブンイレブンで普段購入しているものを QR コード決済に切り替えるだけで大丈夫だと僕は思っているので、無理なく計画的に使っていきましょう。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。